鎌田は、日本書紀などに伝わる古代朝鮮の官庁、日本紀末巻十二によると、水古天皇九年、とある。この箇所以外に、六国史で、官庁の語が現れるのは、俗日本紀巻、第十三の、藤原博次の乱について記されたまた官庁を申して、曰く、博次は演歌の軍家に軍営を作り、平一子弓を、直、思向して砲火を挙げて、 国内の兵を知り知り発せりなどを準備し、効果を上げて、国内の兵を挑発していると言っています。わけ、宇じかにたけしとあるところのみである。はっきりと描かれていないが、大化元年の個人体系巫女の編で、き備かさすいらが果たしていた役割も、官長と同じではなかったのか、と言われている。また、初期巻、第27によると、草薙県剣が盗まれ、 シラギに届けられるところを、風雨で吹き戻されて失敗した、という記述も存在するつてには、642年の、高栗長リ庁舎ふと特徴648年の九だらの、庁舎655年のブレツ王2年のシラギの、県令で、九だらで虜になった男とその雇い主の話660年に、高栗の庁舎を利用した例などが挙げられている。さらに、三国維持には、金油信が、 白ラの国つかみである三人の娘に教えられ、白ラの過労団の白石と名乗る、高栗人の若者を処断するという話もある。初期にも、キ備城とお手気味に、白ラへの道程が遠いと教えた、国つかみの記述が存在する。三国式、くだら本里には、高栗の長女王が、外郎を殺す際に、ふと通を利用した、という話が見える。同じく列伝第四には、 白木の夫のことも記されている。旧当初巻199条、東遺伝高来城、新当女巻、第120、東遺伝高来城にも、庁舎の存在を示す記述が存在する。当時の朝鮮半島との関係に関して、初期には、鎌田事件の前年、601年に、境辺の神と穂積神が、未満な救援のために、白木を攻めた。602年。 大友連行を後ーりに、坂本新抜かてをくだらに派遣して、未満な救援軍とした。蒲田事件直後の11月には、白木を、被むることを義る。603年には、進む白木大将軍として、キメミコが任命され、神戸、国蔵、友野宮津子ら、2万5千人の軍勢を与えられている。ミコの軍は4月に、筑紫に上陸して、島軍へ兵を進め、 船舶を集めて、兵糧を運んだ。6月には、大友國や坂本ぬかてが、くだらより戻り、巫女の軍に合流したが、巫女は病に伏しており、軍を率いることができなかった。巫女は、翌年2月、604年に亡くなった。同年4月、公認の将軍に、大間巫女が選ばれた。7月、大間巫女は、南波より出港し、張馬国にたどり着いたが、 夫人が亡くなったため、埋葬後、引き返した、とある。滝川正次郎はキメミコの病を、聖徳大使伝歴の水古天皇11年2月の記述から、鎌田の一味である館長の手にかかったものではないか、と推測している。水古10年10月には、くだらの僧、監督が、暦の本と天文地理の書と、遁公法術の書を献上し、 それを日本人の書生に学ばせたという記事がある。滝川正次郎はこの記述を日本での忍術の起源とし、白木艦長への対抗策としたのではないか、と述べている。直木光次郎はこれらの説に対して疑問を呈する意見を述べている。聖徳大子が白木の奴ら、ついに将軍を殺せりと述べたことは、巫女の死んだのは、 白木の奴らに殺されたも同然だという程度の意味だろうと意義を唱えている。忍者と官庁の相違点を挙げてもいる。ありがとうございます。